今はクマ？いや、マジクマだ。車行ったじゃん。いや、早く、バカ。荷物だけ、荷物だけ乗せて。午後6時40分ごろ、江別市の北海道情報大学でグラウンドを横切るクマが目撃されました。クマはその1時間ほど前に近くののっぽろ総合運動公園でも目撃されていて、大学が屋外で活動中の学生に避難を呼びかけた直後のことでした。うわ、クマだ、逃げろって感じでしたね。パニックになった感じで、みんな大学の方に避難したという形でした。大学の東側には中学校があり、現場の北側には JR の駅や住宅街が広がっています。江別市は住民に注意を呼びかけています。